では前回の成果を伝えよう。大鳥リゾートでの宣伝公演の結果、前売り券の売り上げが 10% 増加した。見込んでいた 4% を大幅に上回ることとなった。実に素晴らしい結果だ。やったー。ショーだ。そんなに大成功です。宣伝大使施策の効果は十分出ているようだ。引き続き次回の宣伝も君たちにお願いできればと思う。ああ、もちろんだと思う。我らワンダーランズショータイムに任せてくれ。兄貴、この報告なんだが、まさかこれから毎回ここまで来ているのか。もちろんだ。彼らなしではこの施策はありえない。相応の敬意を払うべきだろう。まあ、そりゃそうかもしれないが。お二人が連れ立って来られたということは、ただ結果だけを伝えに来たわけではないですよね。もしかすると次回の公演場所が決まったのでは？ああ、次に宣伝公演をしてもらう場所がつい昨日決定した。おお、新たなステージだな。それでどこに向かえばいいんだ？聞いて驚け。次の場所は大鳥喜一郎邸庭園だ。は？大鳥喜一郎邸庭園？よく知らんが、庭園ということは前回より規模は小さくなるのか？ちょ、あんた、大鳥喜一郎邸庭園知らないの？なんだ、そんなにすごいところなのか？明治初期に作られた庭園でね、1万坪以上の敷地に和洋平地式の素晴らしい庭が作られているんだ。同じ敷地には立派な洋館があって、庭園と合わせて重要指定文化財レベルに貴重な建築物なんだよ。そうだったのかっていうか、あそこってもう国のものになってるのかと思ってたけど。今はまだ私有地だ。祖父の別荘の一つとして使っていたんだが、今はもう誰も住んでいないので一般開放している。間もなく重要文化財として指定される予定だ。大鳥喜一郎邸庭園、そんなにすごいところだったんだな。大鳥喜一郎邸？おじいちゃんのおじいちゃんのお家のことだね。やめろ M、文化祭クラスの建物におじいちゃん家のようなほっこりした単語を出されるとスケール感がわからなくなる。え、そうなの？でもなんでそんなところでショーを？前にも言ったが、この宣伝大使で狙うターゲットは地方に住んでいてまだうちに来たことがない人間だ。で、大鳥邸庭園は地方から来る観光客がとにかく多い。高齢の夫婦とか修学旅行生とかな。高齢の夫婦が興味を持ってくれれば孫を連れてくる可能性が高くなるだろう。また修学旅行生の評判が良くなれば、最近はレジャー施設に行くことを許可する学校も増えているから、翌年修学旅行で来る可能性も上がる。即効性はそこまで高くないが、未来への種まきとしてはいい試みになるだろう。なので今回は前売りチケットを売るためというより、当園に良いイメージを持ってもらうための宣伝となる。なるほど、そう言われると納得できるな。しかし、そうですか、大鳥邸を。どうしたの、ルイ？いつもより気持ち悪い顔して。うん、とっても嬉しそうだね。これが喜ばずにいられると思うかい？大鳥喜一郎邸といえば、歴史的にも有名な長命館を作った
建築家のトーマス・ホーク氏が作った歴史的な建築物だよ。しかも間もなく重要指定文化財にもなる場所だ。そんな場所でショーをできるなんて、そうあることじゃないだろ。それでショーに使用していい範囲はどこまでになりますか？庭園の見取り図は、大道具と照明はどこまで搬入を？わかったわかった、ちわちわ近寄るな。見取り図はここに用意してある。大道具については使用したいものを申請してくれ。搬入できるサイズのものならば用意しよう。ありがとうございます。さてさて、それじゃあ早速見取り図を見せてもらおうじゃないか。ゆいくん、宝の地図を見てる海賊さんみたいだね。確かに欲望が隠しきれないという点で共通しているな。なんか禍々しいオーラみたいなのが見えるしね。周辺の気温が一度上がっています。どうしようかな、楽しみだな。おい、庭園や屋敷を傷つけるような真似するんじゃねえぞ。その点はご安心を。庭園も邸宅もしっかり保護して使わせてもらいますよ。客席にある程度のスペースが必要だから、舞台として使用できる範囲はワンダーステージより少し大きいくらいかな。大鳥邸を背後に置く形にして、客席はこちら側に。ん？この洋館の隣に書かれている丸印は一体何ですか？ここには大きな木があるんだよ。木？ああ、欅だ。高祖父が植えたものでかなりの大木になっている。すっごく大きいから木登りも楽しいんだよ。お兄ちゃんたちともいっぱい登ったよね。そうだな、昔翔助が登って降りられなくなっていた。余計なことを思い出すなっての。文化財で木登りって、欅と洋館、もしかしてこの場所はあのショーにぴったりの。あ、ルイ君どうしたの？え？ルイがどうかしたか？今ルイ君シュンって顔してた気がしたの。ああ、いや、少し考え事をしていただけだよ。M 君？ルイ君、心配なことがあるならいつでも言ってね。急にどうしたんだい？私、ナイトショーを作るときにルイ君にいっぱいアイデア出してもらって、いっぱい助けてもらったから。だからルイ君が困ったら絶対力になりたいの。もし何か困ってたら私に言ってね。私にできること何でもするよ。 M 君、そうだな、ルイ、何か気にかかることがあるなら遠慮なく言うといい。メンバーの相談に乗るのも座長の役目だからな。うん、ちゃんと頼ってよね、ルイ。みんなと一緒ならできるでしょ。そうだね、今ならきっとあのショーもできる。僕を演出家として信頼してくれるみんながいるんだ。それじゃあこの後みんなに聞いてもらおうかな。この庭園にぴったりのショーを思いついたからね。